歴史を見れば人斬り陽一郎の思想は正しかったのかもしれない。欧米列強に対抗するため近代化を目指した明治維新であり、結果日本は日清戦争と日露戦争に勝った。だが日露戦争に勝ったところでロシアの南下は止まらない。事実、戦争継続が不可能だった日本は賠償金が取れず樺太で妥結した。明治政府の指導は限界に近い。別の手段が必要なんだ。北方の守りを委ねるべく北海道を独立させ、海外から移民を募り多民族国家を築く。陽一郎、俺はまだ日本のために戦うぞ。土方歳三、あんたが若いのは時間が止まっていたからなんだな。俺は疲れたよ。長く生きすぎた。白助から取り返してきたぞ。この辺りにしかいない海鳥だそうだな。根室を忘れないようにと妻が。今楽にする。いや、このままでいい。楽に死ぬのは申し訳ない。天下国家のためと大勢殺した。俺は勤労派の道具だった。アイヌとは人間という意味だそうだ。俺はこの土地に流れ着いて人間として生きた。自分だけ申し訳ない。